3、1。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。はい。5月25日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。さあ、ということで、猫丸のグッドナイトスリープの猫丸さん、放送お疲れ様でした。ここから私、沖縄大好きが担当いたします。ストップ。あ、ミスった。はい、はいはい、猫丸さんが、終わるんですよ。あ、そう。はい、なので、ちょっと今の。もう、あ、そっか。そうそう、6月の放送で、多分、終了終了だったと思うので、ちょっと危ういので。OK です。じゃあ、もう一回行きましょうか。じゃあ、いきます。はい。5秒前。4、3、2、1。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。はい、皆さんこんばんは。5月25日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。沖縄県宜南市旧那にございます。79.7MHz FM 宜南の収録スタジオからお送りします。MC は私、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そして、ミキサーは2週間ぶりこの方です。はーい。あかりです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、この番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しています。これから大好きになるもの、大好きになりたいものでも OK です。メールアドレスは 797@fmginoan.com まで、件名に沖縄大好きと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなくツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、毎週のラジオ化でも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして番組専用の X とハッシュタグがございます。X のアカウントは、@大好きラブ797フォローお待ちしています。そして、あ、すいません。ごめんなさい。なんかちょっと今調子悪いみたいで、集音機が。声が入ってない？いや、声は入ってるんですけど。うん。なんでだろう。ちょっと SD1 回取り出してやってみます。少々お待ちください。ごめんなさい、せっかく。ちょっと一回いいですか？あ、OK です。ヤンポーさん、カープボーイさん、サッチーさん、お疲れ様です。ちょっとお待ちくださいね。あ、ムサシさんもお疲れ様です。あ、こういうとこかな。ほら。よいしょ。まさかの。皆さんメッセージもありがとうございます。一応この後また収録内でツイキャスのコメントも含めてご紹介しますので、ちょっとしばらくお待ちくださいね。ありがとうございます。あ、大丈夫でした？あ、そうですね、ちょっとまたやります。ちょっとなんか、うん、調子悪いみたいで。あら。接触が何回かちょっと抜き差しして、うん、ちょっと様子見ます。あ、できてる、よかった。 OK、 よし。はい、はい、すみません、ちょっと、はい、お返し切り直します。はい、はい、じゃあすみません、いきます。5秒前、はい、4、3、2、1。
沖縄大好きの大好きを叫ぼう。はい、5月25日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼうが始まりました。沖縄県宜野湾市急なにございます 79.7MHz FM 宜野湾の収録スタジオから収録放送でお送りします。MC は私、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そしてミキサーは2週間ぶりにこの方です。あかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。帰りなさい。はい、ありがとうございます。さあ、ここからはですね、あかりんさんと一緒にお送りしていきます。番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しています。これから大好きになるもの、大好きになりたいものでも OK です。メールアドレスは 797@fmginowan.com まで、懸命に沖縄大好きと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなくツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして番組専用の X とハッシュタグがございます。@大好きラブ797のアカウントのフォローお待ちしています。そしてハッシュタグは大好き叫べとつぶやいてコメント参加よろしくお願いします。さあ、ということで、2週間ぶりにあかりんさんと放送をお送りしています。はい。よろしくお願いします。ちょっとすみませんね。今、はい、ツイキャスももうすでに配信をしているんですが、ちょっといろいろバタバタしちゃって、自分たちも今、沖縄外ですね、すごい大雨で、ちょっと到着も遅れたんですけど、なんとか無事に着くことができました。皆さん、雨の、この時間、いかがお過ごしでしょうか。ありがたいことにリスナーの皆様からもメッセージが、届いてますので、この後ご紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。はい、じゃあ CM ですね。はい、じゃあ CM 明け5秒前です。はい、4321。はい、改めまして沖縄大好きです。それでは皆様から届いているツイキャスのコメントメッセージを紹介していきたいと思います。まずちょっとツイキャスの方からご紹介していきますね。ラジオネームヤンポーさん、こんにちは。これから晩作業に入るので、後からセカンドのアーカイブで聞きます。ありがとうございます。カープボーイさん、沖縄大好きさん、間違った、沖縄大好きだ、どっちも間違ってる。知念と間違える千葉さん家のあかりちゃん、皆さん、こんばんは。すごい雨ですな。ほんとそうですね、もうこの雨の中。ちょっと今日車で高速乗って今日向かってたんですけども、視界が結構もう見えづらくて、なんとか慎重に運転してちょっとここまで無事に来ることができました。皆さんも雨の日、の運転とかもちょっと外出する際はどうかお気をつけてお出かけください。そしてサッチーさん、こんにちはということで、気まぐれラジオのサッチーさんも来てくれてます。ありがとうございます。そしてムサシさん、沖縄大好きさん、ミキサーのあかりんさん、リスナーの皆さん、こんにちは、しょい、ラジオ収録&生配信お疲れ様ですということで、ありがとうございます。さて、ちょっとメッセージ読む前にですね、ちょっと一週間少し何があったのかお話ししていくんですが、先週の日曜日、那覇市にある、サンズグッドというですね、地下のライブハウスがございまして、そちらでアイドル活動しているトカムギちゃんの、生誕祭に行ってきたのですが、ありがたいことに、ライブに来ていたお客さんの中に、FM ギノアのリスナーさんたちがいらっしゃいまして、琉球アイドルの、マリちゃん、そしてハルパンの、ラジオ番組のこのリスナーさん、兼ファンの皆さんと、直接、お話ししたりもちょっとご挨拶もさせていただきました。ありがたいことにもこの番組のアカウントも、そしてまあ個人のまあ沖縄大好きのアカウントもフォローしてくださいまして、そこからちょっと交流する時間もできまして、最高の時間を過ごすことができました。ありがとうございます。さあ、ということで、まずはメッセージからちょっとご紹介していきたいなと思います。今ラジオでは、
あるアニメソングのちょっと楽曲でして、こちらこのトカムギちゃん生誕祭でもカバー曲として流れました、カレンガールズのオーバーザフューチャーを流しております。アニメ、絶対カレンチルドレンの主題歌となっております。はい。それじゃあまずはこの方から、ラジオネーム、タカボさんからいただきました。ありがとうございます。沖縄大好きさん、アカリンさんは、マナミンさん、こんばんペイペイ、こんばんペイペイ。これ、あの方のとこの挨拶ですかね、これは。初メールします。ラジオネーム、タカボです。私の大好きなものは、商売道具の一つである、ホイッスルです。もちろん、仕事道具ではなく、趣味のサッカーで審判するときに使う道具です。笛は、審判、特に主審が用いる道具。試合を始めたり、終えたり、ファールでプレーを停止させるとき、リスタートさせるときなどに吹きます。メリハリをつけた吹き方もありますということで紹介されていますね。そんな笛ですが、審判資格を取得したときに活躍されていた、岡田正義さんがいるのですが、当時、野田覚醒者製の、真鍮という金属の一つですね。真鍮製のコルクを使った笛です。私もマネブから始めたので、それを買いました。あ、購入されたんですね。甲高い声が出る、甲高い音が出るのです。雨の日にはコルクが水に濡れて使いにくくはなります。そこでモルテン社製のコルクなし笛が、売り出してきました。これは FOX40 クラシックモデルで、音が、息を吹くと左右の穴から高音が出るタイプ。おすごいですね。狐の鳴く声に似てるのでしょうね。このメーカーはいろんな笛を製造していて、多くの競技で用いられています。そのモルテンでの集大成となった笛が、現在私が使っているバルキーンという笛です。ターガバイキン、いや、誰もそんなこと言ってませんよ。そんなこと言ってませんよ。これは二つの異なる周波数帯で中高音域を出します。上と下から空気が流れる構造、ちょうど鷹の鳴き声のように大きなスタジアムでの大観衆の中でも聞こえます。お値段も高いのですが、その、それなりの機能があるので、これを使っています。私の大好きな笛です。写真を添付しますので、ご参考までにということで、おお、こちらがその写真ですかね。あ、写真では、この、さっき言った、その真鍮製っていう、この金属の写真と、そのモルテン製の笛の写真が載ってますね。これをじゃあ試合で使ってるってところですね。よくでも、サッカーの審判もそうですが、各競技のその、スポーツの審判の人たちがよく使う、笛を見たことありますね。カインさんもぜひ、ね、こんな感じですよね。はい、実際に。それに、やっぱりこのサッカーってコートが広いから。ですよね、もう。すぐ音を届けないといけないだろうし。屋外のスポーツですからね、うん、またね。サッカーの審判員もされて、高保さんなんですが、実は高保さんも FM 技能で番組を、パーソナリティをやっておりまして、毎週土曜日の、夕方16時から30分の高保のキックオフという番組放送してますので、ぜひ皆さん、そちらも聞いていただけたらと思います。サッカー審判ならではの情報番組となっております。ということで、高保さんありがとうございます。はい、そして続いてこの方ですね、を、先々週ですね、熱意のこもった温かいお手紙をくれました。ラジオネーム、サクサクさんから来ました。はい、ありがとうございます。沖縄大好きさん、あかりんさん、こんばんは、サクサクです。あかりんさんは初めましてですね、どうぞよろしくお願いします、はい、ということで来てます。さて、先日は、長文の手紙をいきなり送りつけちゃって申し訳ありませんでした。いや、もうそんなことございません。ありがとうございます。なくさないようにしっかり、保管しております。サクサクさん、ありがとうございます。沖縄大好きさんの夢実現に向けた行動力に深く感銘を受けたこと、その思いを自分も好きでよく書く手紙というツールで伝えよう、叫ぼうと思っていたら、つい力が入りすぎてしまいました。ごめんでって。可愛くごめんねって星マークもつけてありがとうございます。でも放送で紹介されなくても私の思いを受け取ってくれて嬉しかったです。ありがとうございました。これからは前回の反省を踏まえ番組の尺に収まるような読みやすいメッセージを送るよう心がけていきますのでどうぞよろしくお願いします。いやでも本当にお手紙嬉しかったです。サクサクさん。ありがとうございます。さて、完璧な前振りも決まったことですし、今回は自己紹介も兼ねて短くいきます。私、サクサクはその名前の通り、サクサクした揚げ物、かっこ、特にメンチカツが大好き。お店で売ってると、つい買ってしまいます。そして、どんなにお腹が空いていても、オーブンで温めてから食べるのがこだわりです。多いですね。この一手間で美味しさがぐっと上がるんですよ。ではでは、今回の放送も楽しまれてください。ということで、
サクサクさんありがとうございます。こちらもまた熱意のこもったメッセージが来てましたが、ね、サクサクさんの名前の由来ってそこから来てたんですね。特にメンチカツ。サクサクといえばって言いますけど、サクサクパンダの方だと思って、ね、自分も持ってました、正直。ね、まさかのそっちのサクサク、揚げたての方でしたね。確かに。でもいいですね、こういうこだわり。温めて食べるからっていうの。温めて食べるのとそのままで食べるのまた違いますからね、本当に。うん、ありがとうございます。手紙もですね、しっかり、ファイルに入れてますので、サクサクさん。本当にありがとうございました。さて、もう一人ご紹介したいと思います。ラジオネーム、ティンクルちゃんさん、ありがとうございます。沖縄大好きさん、カリンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ラジオネーム、ティンクルちゃんです。沖縄は梅雨に入りましたね。朝から雨が降ったりしてて、洗濯物干すのが大変です。梅雨明けたら夏の始まりですかね。今からでも体調に気をつけていきましょうね。ということで、ありがとうございます。ティンクルちゃんさん。そうですね。この時期になると、洗濯物も干しにくくはもちろんなるんですけど、実は自分もですね、この、雨の中になると、気圧の変化でちょっと頭痛を起こしやすくてですね。偏頭痛持ちですか？そうなんですよ。大変ですね。うちの母親も結構偏頭痛持ちで、ちょっとそこも遺伝してるっていうか、この頻繁にではないけど、たまにちょっと朝起きた時とか、その仕事中とかも、やっぱり頭が痛くなることって結構あって、だから、バファリンとかそういう頭痛薬はもう欠かせない、もう存在になってます、僕の中でも。そうですよね。大変ですよね、この時期。2ヶ月ぐらいあるじゃないですか、沖縄の。そうなんですよね。ね。いやー、じゃあちょっと体調も気をつけながら。そうなんですね。はい、もう本当に。皆さん本当に体調だけは、ティークンチャーさんもおっしゃってたように、皆さんも気をつけてくださいね。またちょっと洗濯物本当に干しにくくなったりもするので、まあちょっと部屋干しとかもいろいろあるんですが、引き続きですね、天気の方もですね、また皆さんチェックして、充実したその梅雨の時期を過ごしていただけたらと思います。そして、ツイキャスもですね、コメント来ているのでご紹介しましょう。おーありがたいことに、まず、メンヘラジオの夏美さんと健太さん来てますね。ありがとうございます。やった待ってました。嬉しいですね。沖縄大好きさん、こんにちは。やみやみ、ラジオ配信、ファイトです。ありがとうございます。このノリだと多分夏美さんかな、もしかしたら。そして、リオツさんも来てますね。こんにちはーんということでありがとうございます。カープボーイさん、偏頭痛は魂さんのところと、通ったら治るよということで、魂さんの月の庭ですね。あっち治るんですね。ちょっと、そう、月の庭も僕以前からちょっと気になってたので、ちょっと今度、ちょっとスケジュール、もし余裕があったらちょっと入れてみたいと思います。ありがとうございます、カープボーイさん。さて、ちょっとだけ番組、お二方、正解バレた、笑、嫁の夏美です。ってきて、やっぱり夏美さん、ありがとうございます。さあ、ちょっと、メンヘラジオとリオツさんからも来ているので、ちょっと、お時間大丈夫です。はい、紹介しても。はい。まずちょっとリオツさんから行きましょうね。毎週月曜日の、深夜0時から放送しています、リオチの未タイトルラジオ。MC は、アイデリックリリックの、バンドというですね、活動しているリオツさん、そしてミキサーに山内さんが入られています。そして、その後の月曜の深夜0時半に放送していますメンヘラジオ。こちらはですね、ギャンブル依存症の、中村健太さん、そして、解離性障害の、中村夏美さん。ということで、まあ、お二人ですね、ご夫婦で実はラジオを放送されておりまして、とてもほっこりするラジオ番組となっております。ぜひですね、リオチの未タイトルラジオ、そしてメンヘラジオ、同時にですね、ご視聴いただけたらと思います。そして、リオチさんの方はですね、毎週水曜日の、夜、夕方6時頃からですね、FM ギナのツイキャスセカンドでも収録配信やっておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。はい、さあ、ということで、ツイキャス、ご紹介ありがとうございます。ということで、リオチさん、いやいや、こちらこそいつもありがとうございます。さあ、ということで、じゃあコーナー行きましょうか。そうですね。はい。それではですね、コーナーの方に行きたいと思います。沖縄大好きの今日の大好き。イェーイ。さあ、ということで、正式にですね、第2回目の放送からスタートさせました、沖縄大好きの今日の大好き。このコーナーでは、
私、沖縄大好きが紹介したい作品やキャラクターなどなど楽しく熱く紹介するコーナーです。本日紹介するのはこちら。はい、それではいきます。落書き亭東海支店プレゼンツスリップビートです。今回ご紹介するのは、スリップビートです。ということで FM 宜野湾にて毎週木曜日の深夜0時から放送しております収録番組、トランペットの音楽を中心としたラジオ番組となっております。 MC は、リスナーさんでもございます沖縄 T シャツパパヤさんこと中村さし聖火さんがお送りしております。ビールと音楽は生がいいよねをキャッチフレーズに、30分の番組をお送りしております。トランペットの演奏が入ったジャズなどの BGM はもちろん、サッシーさんの癒しボイスが深夜のひととき聞けるのが必聴ポイントとなっております。今回私がどうしてスリップビートをご紹介したのかというところなんですが、実はあの番組ですね、沖縄大好きの大好きを叫ぼうの番組ロゴを制作してくれたのがサッシーさんなんですね。あの愛あふれる可愛らしい素敵な番組ロゴをですねいただいたときは本当に感動しまして、もう愛が溢れてましたね、すごく。しかもありがたいことに、あの番組のそのロゴをこの2つ準備してくれたのと、番組表に合わせたその形も作ってくれて3つほど送ってくれたんですね。素敵な。もうサッシーさんその愛がとても伝わりまして本当にありがとうございます。さあ、そのスリップビートなんですが、私沖縄大好きのそのおすすめポイントをご紹介したいと思います。はい、おすすめポイントはオープニングトークとちゃんおかさんの知り合いシリーズですということで、このオープニングトークっていうのは、まあ、中村さし聖火さんが3分間あのオープニングトークをしていく時間でもあるのですが、時折ですねリスナーさんからあのオープニングトークを実は募集しておりまして、その3分間というその短い時間の中でどれだけまあトークされるのかっていうのもですね、あのサッシーさんがご紹介してくれたりとか、そういったそのリスナーさんのその個性あふれるトークも聞けるのが必聴ポイント。そしてちゃんおかさんのその知り合いシリーズ、こちらリスナーさんのちゃんおかさんという方がですねあのいらっしゃるのですが、ちゃんおかさんのこの知り合いの方のお話がすごく面白くて、ついなんかあのふふってなるようなそのほっこりするようなお話もたくさん実はあったりして、結構そう日常系ですね。その知り合いさんがどうこういう風に過ごしてたのかっていうのをよくちゃんお母さん送ってくれることが多くて、それでつい笑っちゃって、あの個人的にはすごく好きなあのコーナーっていうかもう メールですね。好きなちゃんお母さんのメールですね。個人的にはすごく気に入ってます。そしてサッシーさんはですね、あのトランペット奏者としても実は活動されておりまして、ぜひ皆さん、そのトランペットにまあ関するまあ音楽イベントもあのサッシーさんあのツイッターでも告知されてますので、ぜひ、サッシーさんの応援よろしくお願いいたします。詳しくはあのイベントの情報とかはですねあのスリップビート内でもご紹介されると思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。ちょっと気になる話とジャンルを問わずトランペットの生音が入った楽曲をお届けする音楽番組、落書き亭東海支店プレゼンツスリップビートは毎週木曜日深夜24時から30分間放送しております。ぜひこちらもお聞きください。はい、本日ご紹介したのは落書き亭東海支店プレゼンツスリップビートでした。はい。それでは。すごいノンストップで話されてるから息も上がりかけじゃないですか。途中で止まっちゃった放送事故になるんじゃないかって心配もちょっとあって。こんな感じです。先週、先々週も実はお送りしてみたんですが、結構喋りましたね、あれでも。いや、そうですよね。はい。だって好きなものについての話、尽きないですからね。尽きないですね、本当に。そっか。ちなみに、はい、沖縄大好きさん、最近ハマってるものとかあるんですか？最近ハマっているもの、はい、そうですね、最近。あ、でも、YouTube で言いますと、うん、あの、ちょっと、ま、以前からハマってる YouTuber さんたちがいまして、はい、マナルタイっていう、あの、北海道の YouTuber の、まあ、このトリオなんですけど、はいはい、あの、ヒカキンさんがいる、同じウームの所属している、この YouTuber さんたちで、幼馴染で、あの、トリオを組んで YouTube 活動してるんですね。はいはい、結構体の張ったコントだったり、うんうん、あの、ロケを巡って、いろんなところ出かけたりとか、結構そのコント系の動画が多いんですけど、はいはい、自分が最初初めて見たときは、あの、
もともと本職が介護なので、ちょっとその介護関連の動画ちょっと探してたんですね。うんうん、そこでたまたま、まあ、なるたいにたどり着きまして、頑張れ新入社員シリーズっていうそのコントを出してたんですけど、はいはい、新人介護士のその密着っていうその設定でのコントをやってたんですけど、はい、介護職だったら絶対これやっちゃまずいだろうなっていうのを体を張ってやってたのがちょっと面白くて、はいはい、つい笑っちゃって、なるほど、なるほど。リアルだとダメだなと思いながら、うんうん、でもコントで見る分はすごく面白くて、そうですよね。やっぱできないことを代わりにやってくれるようなのが。本当に体も張ってやってるだけでなくて、実は楽曲も出してまして、はいはい、そのマナルタイ体操っていう楽曲がちょっとそれが面白くて、そうなんです。はい、この動画のエンディングに必ず、まあ、テーマソングとして流れるんですよ、うんうん、こちらもですね、またちょっとコーナーの中でお話できたらなと思ってるので、またその時に、ご紹介したいなと思います、はい。はい、といった感じですかね。まだいろんなものもハマっているのはありますが、今一部こちらご紹介してみました、うんうん、残り4分ぐらいですかね。おー、思ってたより時間が、バンバン話しましょうか。じゃあちょっとツイキャスもう少し拾っていきたいと思います。はい、まず、メンヘラジオさん、イエーイ、これ夏美さん。多分、ま、告知した後だったので、イエーイって多分、テンション盛り上がってるんですかね。そして、カープボーイさんは、なんか今日は番宣番組みたいになってるね。もう言っちゃあれなんですけど、まあ、僕ももともとラジオリスナー出身なので、いろんな番組をま、聞かせていただいている一人なので、もうちょっとリスペクト込めてバンバン紹介してます。そうですね。私の思ってたことをカーブボーイさんが代弁して、今放送してるのってなんか FM ギノワンのあれですか？宣伝用大きく枠取ってる番組ですかって感じでしたね。めちゃリスペクトして紹介してます。それも先週、先々週めちゃくちゃありまして、自分。どこだったか、キウ名古屋さんだったりとかもいろんな番組じゃもうどんどん紹介させていただきまして、うんうん、もうリスナーとしても皆さんにもすごくお世話になっているので、自分も同じリスナーさんっていうことももちろんあるんですけど、本当に大好きな番組ばっかりなので、まあ、そのリスペクト込めて、うん、もうだんだん、まあ、どんどん紹介してるって感じですかね、うんうん、そしてカープボーイさん、今 YouTube が琉球芸能活動中とか、プロレスラーの OB とか、プロ野球の OB のが結構出てるなということで、もう、琉球芸能。何ですかね、うん、OB 系は結構ある気がしますけど、うん、琉球芸能活動中っていうのは、どういう、ね。ちょっと気になりますね。ちょっとどんなのかちょっと後で調べてみたいと思います。うんうん、そうだ、琉球芸能って言ったら、組踊り、僕の好きな龍神マブヤの組踊りが実は、はい、今年8月に、公演することが決まりまして、あ、そうなんですね。そう、昨年から実は告知されてたんですよ、この計画が。はい、そしたら宮本亞門さんの名前が今回入られてまして、すごい。ポスターも実際マブヤ公式からちょっと出てたんですけど、うんうん、瓶型衣装、まさに沖縄風のそのポスターになって、そのポスター風の柄がこうマブヤの顔になってたりとか、はいはい、ちょっとこれまた改めてお話できたらなと思いますが、ちょっと気になっております、個人的に。はい、そうですね、だいぶ気になるワードです。残り1分半ぐらい、もうエンディングですね。おー、早い。早い。早いですね。30分あっという間ですね、本当にもう。足りないですね。足りないですね。なんとか1時間に上がりたいところなんですが、今まだちょっと30分でまず頑張っていきたいと思います。さあ、皆さん、いよいよ、エンディングの時間となってきました。最後まで、聞いてくださって本当にありがとうございます。ツイキャスもたくさんコメント来てくれたので、本当に、心強いでございます。番組では皆様からのメッセージも随時募集していますので、ぜひぜひ、お送りください。そして、YouTube の方にもですね、アーカイブ、上がりますので、聞き逃した方はぜひそちらからもチェックよろしくお願いします。さあ、ということで、2週間ぶりにあかりんさんとお送りしていきました。いかがでしたか、改めて。そうですね。やっぱり好きなものに対するマシンガンですよね。ですね。そうですね。って感じでした。ありがとうございます。来週はどういったお話していきますか？そうですね。ちょっとこれはまたまとめてからご紹介できたらなと思ってますので、ぜひまた来週の放送も聞いていただけたらと思います。まとめてからっていうのはツイッターでツイッターでっていうか、ちょっとネタ帳みたいに実は書いてて結構。なるほ
ところ、じゃあ。そうです。また今から追加で、はい、借りていくので、皆さんぜひお楽しみください。さあ、